1987年からジープブランドで販売されるクライスラーの本格クロスカントリーカーである。なお、カナダ市場においては、ラングラーの名称が絞れ C、K のグレード名に用いられていたため、初代モデルは U チ、二代目モデルは TJ として販売された。1987年に販売台数の少ないジープ CJ の後継者として発売。 1992年4月23日の創業停止までカナダ・オンタリオ州ブランプトンで生産され、それ以降はアメリカ・オハイオ州トレド工場で生産。CJ に比べホイールベースが延長され、タイヤも小型となったことで舗装路での安定性は向上したが、グラウンドクリアランスとランプブレークオーバーアングルは低下した。また、フロントウィンドシールドは大型化された。 また、ヘッドランプは規格型の角型となっている。デザインは大幅に変更されているが、CJ から流用された部分も多く、部品を共有することもできる。エンジンは、1991年までは、AMC の直列4気筒 2.5L エンジンと、オプションの直列6気筒 4.2L エンジンが搭載され、1991年からは、直記6エンジンが、 AMC 製 4.0L エンジンに変更された。1992年、ロールケージの大型化。翌年、アンチロックブレーキシステムをオプションとして追加。1994年、時期4エンジン搭載車に3速、オートマチックトランスミッションを組み合わせたモデルを発売。なお、時期6エンジン搭載車には、AT は組み合わせられなかった。同年、 センターハイマウントストップランプを装備。日本仕様には、自動車検査症状の車名が、AMC のものとクライスラーのものが存在し、普通常用自動車登録の車両と普通貨物、自動車登録の車両がそれぞれ存在する。1996年春に1997年モデルとして発売。前後ともに5リンクコイルリジットアクスル形状となり、ハンドリングなどが向上され、 ヘッドライトの形状も円形に戻った。また、日本仕様ではこのモデルから右ハンドルとなり、同時にオーストラリアやイギリスなどへも輸出が開始された。エンジンは、チェロキーやグランドチェロキーにも搭載される直列6気筒4.0リットル AMC242 エンジンを搭載し、2003年までは直列4気筒2.5リットル AMC150 エンジンが搭載され、 2003年からは、クライスラーの直列4気筒2.4リットル DOHC、ネオンエンジンが搭載された。1998年モデル以降は、イモビライザーキーとなる。1999年に燃料タンクの容量を増加し、2000年には音響システムを改善。2001年には、ステアリングとダッシュボードの変更が行われた。また、2002年モデルでは、 シンボリカラーを追加し、ホイールのデザインも変更された。2003年、ラングラー・ルビコンを追加。ルビコンモデルは、その他のモデルが2.72、1のローレンジ減速比トランスファーなのに対して4.0、1のローレンジ減速比を採用。スポーツ、サハラモデルは、前輪がダナ3 0後輪はダナ4 4にアクセルなのに対して、 ルビコンモデルは前後輪ともに四4 4アクスルを採用し、デフロック機構も標準装備。また後輪もディスクブレーキとなる。前後ともにダブルカルダント速プロペラシャフト。2004年、ホイールベースを 254mm 延長したロングホイールベース車、ラングラー、アンリミテッドを発売。また、2005年にはルビコンアンリミテッドも追加された。 2006年の北米国際オートショーで発表され、その後2007年モデルとして発売。以前のモデルよりも大幅に大型化され、新たに4ドアモデルが追加されるなど SUV 化が進んだ。4ドアモデルは2ドアモデルよりもホイールベースが延長されており、先代同様、アンリミテッドとして販売される。エンジンは、 クライスラーの V 型6気筒3 8 l e ーグエンジンが搭載される。また、アメリカ国外では、アメリカ国内の排出ガス基準に適合しない、VM も、通り性の R428DOHC、直列4気筒 2.8L、コモンデールターボディーゼルエンジンが搭載される。なお、このエンジンは、ジープリバティにも搭載される。トランスミッションは、6速 マニュアルトランスミッションが標準で5速、オートマチックトランスミッションがオプションで用意されるトランスミッションは前期モデルが4速 AT 後期モデルは5速 AT のみがラインナップされる日本では2007年3月16日に販売が開始されたまた2008年9月にはラングラーの電気自動車も公開された2017年11月の LA オートショーで 発表され、2018年モデルとして発売された。シリーズ初のハイブリッド車も登場する。2018年10月25日、日本市場で発表された。2ドアのスポーツ、4ドアのアンリミテッドスポーツとアンリミテッドサハラローンチエディションの3モデルが導入された。エンジンは改良された3.6リッター V6DOHC エンジンに加え、 新開発の2リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載される。2019年3月1日、アンリミテッドサハラが導入された。2019年3月20日、アンリミテッドサハラ2.0リットルが導入された。2019年4月4日、アンリミテッドルビコンが導入された。本格クロスカントリーモデルとして、独自の 4WD システム、ロックトラックフルタイム44システムのほか、 前後輪、ディファレンシャルロックが搭載される。2019年6月13日、特別使用車、アンリミテッドルビコンスカイワンタッチパワートップが導入された。アンリミテッドルビコンに、電動開閉式、ルーフ、スカイワンタッチパワートップが装備された。限定257台。2019年7月16日、特別使用車、ビキニエディションが導入された。 限定80台。2020年1月14日、ルビコンが100台限定で導入された。4ドアモデル同様、独自の 4WD システム、ロックトラックフルタイム44システムなどが搭載される。同時に限定車、ウィリースが導入された。アンリミテッドスポーツ3.6リッターをベースに、エンジンフードのウィリーズ・デカールなどの特別装備が採用された。限定300台。 2020年10月17日、特別使用車アンリミテッドフリーダムエディションが、車両価格535万円で発売された。2.0リットル直列4気筒ターボユニット搭載。ボディカラーは4色あり、ビレットシルバーメタリック C、C、ブライトホワイト C、C、ファイアークラッカーレッド C、C、ヘラヤライエロー C、C の限定200台が用意された。 ランプブレイクオーバーアングル。2021年1月11日閲覧。LA 賞2017、ジープ、新型、ラングラーを、お披露目、ニュース。ウェブクグ、二2019年6月14日閲覧。元速路間、ジープラングラーが11年ぶりにモデルチェンジ、ニュース。ウェブクグ、2019年6月14日閲覧。ジープラングラーアンリミュテッドサハラの受注開始。 ニュース。ウェブクグ2019年6月14日閲覧。2リッター時火4ターボ搭載の G プラングラーアンリミュテッドサハラ2.0リットル登場。ニュース。ウェブクグ2019年6月14日閲覧。G プラングラーの最強バージョンが上陸。ニュース。ウェブクグ2019年6月14日閲覧。G プラングラーに 電動開閉式ルーフ装備の限定モデル登場、ニュース。ウェブクグ、2019年6月14日閲覧。ジープの、ラングラー、レネゲードにターコイズブルーの専用ボディカラーを採用した特別使用者、ビキニエディション登場、ニュース。ウェブクグ、2019年7月18日閲覧。ジープラングラーの、ショートホイールベース車に、最強のオフロードモデル、ルビコン登場。 ニュース、ウェブクグ、2020年1月18日閲覧。ジープラングラーアンリミテッドの特別使用者、ウィリス登場市販ジープの始祖といえる、CJ-3 映画、モチーフ、ニュース。ウェブクグ、2020年1月18日閲覧。ありがとうございます。